はい、おはようございます。ラスカルでございます。先日 YouTube や SNS 等ではちらっとお話しさせてもらったんですけど、最近引っ越しをいたしまして、やっとね、荷ほどきなんかも終わって、お部屋がね、落ち着ける状態になりました。いや、しんどかったで、今日はね、ちょっと引っ越し祝いということで、うちのね、奥さんがずっと行きたいって言ってた、久々にコストコに行ってまいりました。で、僕もね、行くの久しぶりで、コストコさんって結構期間限定で新商品がバン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 出てるんですよ。なのでちょっとね、行ったら見たことない商品がいっぱいありまして、今日はね、食べたいものを好きなだけ買ってきて、好きなだけ食べようというコーナーでございます。残ったものに関しては無理せずに保存して、長期的にね、コストコさんを楽しんでいきたいと思います。で、早速なんですけれども、買ってきた食材ちょっとね、準備してこちらの部屋の方に持っていきたいと思います。ということで、本日ね、用意したメニューこちらになります。いやね、買いすぎた、どう考えても買いすぎた今回ね、買った商品は僕がね、初めて見て買ったことのない商品ももちろんなんですが、今までもね、好きだった僕の中ではレギュラーメニューのようなね、メニューなんかも一緒に購入してまいりました。メニューの方はね、食べながら紹介するとして、とりあえずね、もう早速ね、食べ進めていきたいと思います。いただきます。まずちょっとこれかな、これね、定番商品でございますね。ハイローラーでございます。どうしてもこれ行くと買っちゃうんすよ。といただきます。ハイローラーはね、こんな感じの商品でございます。いただきます。やっぱうまいな。うわ、久々に食べた。これ何生地っていうの、ピタパンみたいな、なんかね、そんな感じの生地なんですけど、それにね、トマト、チーズ、レタス、ベーコンかな、で、ドレッシングのようなソースが入ってて、さっぱりしてんだけどこってりしてて、お野菜もね、しっかり取れるし、これ僕大好きなんですよ。うまっ。で、またこれでね、お酒が飲めちゃうんですよね。このシーンだいぶ久々だね。皆さん、乾杯で、これ今日はね、もちろん撮影は一人ですよ。ただ、家族とね、一緒に行ったので、夜用とか明日、明後日用にいろんなね、食材も買い込んでおりますので、そのあたりはご安心ください。一人パーティーだけど、一人占めではありません。そしたらちょっとこのあたりでね、僕が見つけた新商品でございます。これはイギリス料理かな？フィッシュ&チップスでございますね。パセリ、ポテト、レモン、それにメインのフィッシュが揚げ物で入っております。で、これはそのまんま食べられるわけではなくて、オーブンでね、もう先にちょっと30分ほど焼いてまいりました。これ絶対おつまみ。で、このね、商品についてくるのが、こちら、タルタルソースなんですけど、量が多い。うーわー。うまっす。え、ちょっと待って、多くないこれ。こういうことこれ。いや、多いな、それでも。コストコさん行くとさ、一品のサイズも、もちろんね、外国の風を感じるんだけど、こういうついてるトッピング、タレとかソースとか、それがね、日本よりもやっぱり多いよね。いろんなところでコストコさんの商品とかを食べてると、うわ、海外だなって思う部分は多いかも。ちょっとこれ、芋からいって。芋も下味ついてんだ。うまっ。フィッシュの分もいっちゃいましょうか。もうダクダク、これ。いただきます。うまい。あー、うまっ。あの、お弁当のさ、白身フライ。あれの超巨大バージョン。お酒もいけるし、これね、ご飯でもいけると思う。やったて熱々、うまっ。
たらちょっとこれレモンかけてみますか。いや、やべえ、部屋にティッシュがね。やべえ、このレモン絞りは絶対うまいと思う。うまっ。うんうん。何よりさ、この白身魚の身がほろほろ。うん。またこのオーブンに入れると表面、外側がね、衣パリパリになってるんですけど、身に重なってる薄い部分は魚の水分というか油でジュクジュクになってて、このね、二段構えがめちゃめちゃうまい。今思ったんだけど、ケース一つで絶対どれも1キロ以上あるよね。テンション上がって買いすぎたな、完全に。まあいいか。ひとまずね、ちょっとこちらの商品いきたいと思うんですけど、カツサンドでございますね。だいぶね、カツが分厚いんだよね。というかコストコさん、今までね、クロワッサンとかそういったパン系、ディナーロールとかいろいろありましたけど、惣菜パン見んの初めてなんだよな。ちょっとこれいただきます。あ、うん、まっ。肉柔らか。うん、このメニュー大当たりかもしれない。うん、うまっ。このカツサンド、他のこのメニューと一緒で冷蔵庫で販売してたんですよ。だからお肉とかね、結構締まっちゃって硬いのかなと思ったんですけど、この厚みなのに全然ジューシーだし柔らかい。これうまい。しかもこれ一皿で1980円、6切れ入ってるんですけど、普通の人だったら一切れでお腹いっぱいになると思うし、この厚みだったら全然高くないな。これ今回買ってきた商品、基本全部当たりでございます。そしたらちょっとこれ箸休め的なメニューとして、サーモンポッキでございますね。これはね、お酒にも絶対合うし、ご飯にかけても間違いなくうまいと思う。こんな感じ絶対うまいでしょこれ。いいよ、ちょっとサーモンポッキいただきます。うん、うまい。もちろんね、このサーモンめちゃめちゃ脂乗ってますし、そこにね、この刻みの生玉ねぎが入ってまして、これがね、さっぱりとさせてくれて、かつ、ちょっとね、ごま油の香り、これがね、食欲をめちゃめちゃそそる。ちょっとこれ、揚げ物をさすがにね、残せないんで、先に行かせてください。そういえばね、ちょっと僕、生パセリが本当に苦手で食べれないんですけど、以前ね、ちょっとコメント欄でマヨネーズとかタルタルソースにつけると意外にね、生パセリ美味しいですよみたいなことを教えてもらったんで、ちょっとね、このタルタルにつけていただいてみたいと思います。あー、いやね、全然ね、確かに普通に食べるよりは大丈夫だけど、ダメかもな。ダメかもしれない。苦手だからといって、やっぱね、残さない方がいいから、食べましょう。これ生パセリラスト。やばいこれ。ちょっと待って。なんか鼻水が出てきた。
あー、いけたー。いけたー。うん。正直に言うと、内心ダメかと思った。そしたら、このフィッシュ&チップスはこれでラストでございます。うん。今この現状でお腹的にではなく頭のね満足度で言うと8 10マックスのうちの8よく食べたな俺っていう気になってます。やばいね、ちょっと生もんも取っとけないからこれポキも食べないとな。うんうん、もちろんこのおかわりも持ってきております。いや、うん、これも最初に耐えられるべきだった。うん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 、うん、あ、一回ね甘いもんは挟もうかな。そうしよう。これ続いてね、これデザート。今回最後の商品ですね。まあ、コストコさんといえばの巨大なね、ティラミスでございます。ティラミスね、こんな感じになっておりまして。僕ね、コストコさん全然行ってなかったから、全く知らなかったんですけど、以前ってさ、この正方形の四角いパックに入ってましたけど、だいぶね、縮んだっぽい。でも前のは2キロ以上あったんだっけな、確かあれ。まあ、普通はね、絶対に家庭でも食い切れないから、まあ、これぐらいのサイズが一番ちょうどいいんでしょうね。いただきます。ああ、変わらずうまい。というか柔らかさ増したこれ。久々に食べたらよりうまくなってる気がする。このサイズだったら大食いの人限定なんですけど、ペロッといけると思う。うまっ。なんかティラミスって普段ね生活してる上でなかなか食べる機会なんで、こうやってね久々に食べるとちょっとね感動しちゃうんですよね毎回。うん、口の中がめっちゃ甘い。うん、これしょっぱいもんと交互だったらいけんじゃないかなこれ。うん、久々に自宅でこの大食い動画撮りましたけど、お店じゃないと全くスイッチが入らないのを忘れてました。きつ。うん、全然脳みその大食いスイッチがオンにならない。うん、ちょっと休憩しよう。いやー、これ結構お腹にきてますね。でもこのティラミスだけは食べたい。うん。うん。うん。でもなんだかんだティラミスももうこれ3分の1ぐらいになってるんで、これね、完食いけるかも。ティラミスはだよ。ちょっとこんな時こそしょっぱいもんを食べて元気をチャージしましょう。そしたらこれね、ティラミス最後の一口でございます。うん、うん、ああ、今日はねもうちょっとここでお腹いっぱいでございます。ごちそうさまでした。
ということで、ただいまね、コストコさんで引っ越し祝いに好きなだけ買ってきた商品を好きなだけ食べたんですけど、やっぱりね、買いすぎてましたね。もうお腹いっぱい。今回ね、買った商品、新商品ももちろんありましたし、今までね、買ったことある商品もあったんですけれども、改めてね、こうやって食べてみると、全品どれも美味しいですね。コストコさんの商品には、ジャンクなものもあったり、もちろんね、さっぱりとしたサラダなんかも、いろいろとあるんですけれども、基本的には全部海外サイズというか、もうめちゃめちゃでかいんですよ。いやーね、ほんと行くたびにいろんな食べたい商品あるんですけど、いや、食べきれんなと思って、やっぱね、買い切れない部分があるんで、ここがね、結構コストコさんの通いたくなるいいポイントだと思うんですよ。僕もね、見事にそのコストコさんの通わせたくなる方法、ここにね、ブスッとドハマりしてしまって、やっぱりコストコさんは何回も行っちゃいますね。今日ね、買ったこの残った商品に関しては、いろいろとね、分けてゆっくりと我が家でいただきたいと思います。ぜひね、皆さんももちろん行ったことあるよって方いっぱいいらっしゃると思うんですけれども、限定商品常に出ておりますので、このね、限定商品や新商品、買いにね、ぜひコストコさんに行ってみてください。いやー、それにしても今日も大満足の一日でございました。あー、お腹いっぱい。 Yeah.